ウェイン・イーマイヤー。ウェイン・イーマイヤー。1926年4月21日から2009年9月1日はアメリカ海軍の軍人。最終階級は少々。1970年から1983年の13年間にわたってイージュスシステムのプログラムマネージャー務め、イージュスシステム及びイージュス艦の建造、構築、運用のすべてを監督し、 卓越したリーダーシップにより、プログラム全体を成功に導いた。その功績から、イージスの父として、絶大な尊敬を受けており、アメリカ海軍の通算100隻目のイージス艦は、同帝徳の名を冠して、ウェイン・イーマイヤーと命名された。マイヤーの海軍歴は、1943年5月12日に、海軍予備役、アセンアーとして登録したことによって始まった。 同月23日、彼は主席で高校を卒業し、6月に二等海士に任官された後、7月には汗が二席を置いたままで、カンザス大学に進学した。1946年、海軍からの王将を受けて、将位に任官されるとともに、カンザス大学から理学士の学位を授与された。マサチューセッツ工科大学に設置されていた、レーダー。 ソナーの訓練過程を終了した後、レーダーピケット艦であるに配属され、ギリシャ内戦に介入する部隊に参加した。その後、極東海域の軽巡洋艦、スプリングフィールドに移った後、1951年から1955年にかけて統合ミサイル学校に入校した。その後、一時的にストリックランドの副長として艦隊勤務に復帰したが、今度は、 マサチューセッツ工科大学に戻り、航空宇宙工学の学位を取得した。その後、ガルベストン法来長として、アメリカ海軍で最も多くのタロスミサイル発射を監督した。マイヤーは、米海軍が生んだ最高の戦闘システムエンジニアと称されている。それは、システム工学における深い知識だけでなく、海戦士や自身の実務経験に、 裏打ちされた深い洞察によるものでった。マイヤーはデジタルコンピュータの登場が戦闘艦のありさまを決定的に変化させたことを指摘し、将来の戦闘艦はシステム艦として兵器及び付随するシステム、射撃式装置など、戦術情報処理装置、センサー、通信装置、さらには支援システム、電源、清水、空調などなどが緊密に連接された。 総合体となるであろうことを予見した。マイヤーは1970年にイージス計画のプログラムマネージャーに就任し、さらに1977年には PMS-400 編成訓練を受けてイージスシステム構築に関する全権を掌握した。PMS-400 はイージス武器システムの開発、これを中核としたイージス戦闘システムの構築。 イージス戦闘システムと艦の統合、イージス艦の構築、さらにイージス艦の建造に至るまで全てを所管するプロジェクトである。マイヤーは蒸気のシステム艦コンセプトに基づいて、これらのシステム統合を進める一方、イージスシステムの卓越した C4I 能力に着目して、防空指揮所としての役割を重視して、イージスを有する次世代艦隊の戦闘術についての洞察も行った。 これは、イージスシステム搭載巡洋艦の艦長が、対空戦闘指揮官として、空母戦闘軍全体の対空戦闘を指揮する、ものであった。この構想では、リンク11によって送信された他艦探知の敵機に、対して、ミサイル攻撃などが提唱されたが、これは後に共同抗戦能力として具体化することとなる。このように優れた、システムエンジニアとして活躍する一方、 マイヤーはイージスシステムが単なるシステムではなく兵器であることを重視しており、プロジェクトに参加した海軍軍人に対してワシントン特別区でありながら制服の常時着用を義務付けたほか、イージス計画の民間側担当者である RCA 社の要因を試験官のドンサウンドに関させるなど、プロジェクトの全員がそれを意識するように配慮し、運用者の要求事項が即座に システム構築に反映されるようにした。なお、マイヤーは、新商出罰を胸として、事態ずれをも酷使することで知られており、部下が報告する際には、威圧感に、膝が、笑い、RCA 社やインガルス造船所の民間人スタッフですら、業績不振であれば、計画より排除されるとあって、常に緊張を強いられていたと言われている。その一方、優秀企業に対しては、 イージス優秀賞を授与して、これを称え、また、部下が有益な発想を示した際には、常に、これを聞き入れた。また、政府、海軍の高官や国会議員を積極的に、試験艦や、地上試験施設に招待し、持ち前の弁説力を活かして、イージスシステムがいかに艦隊のありを変革し得るかをデモンストレーションして、支持者を拡大する努力を怠らなかった。特に、 国防装備審議会、ダサークにおいて、イージスシステムの有効性を説明した際には、マイヤーが、イージスは必ず成功すると机を叩いて力説した、窓か、劇的に雷鳴がとどろき渡り、意員を深く思考させたとの逸話がある。彼の政治力は、実用イージス艦の第一号である、タイコンデロガの浸水式に、レーガン大統領、当時の出席を取り付けたことに象徴されていると、 言えるだろうこのように、マイヤーは、イージスシステム開発に多大な貢献をなしており、これについて、彼の副プロマネを務めた高官は、リッ補ーバーがいなくとも海軍は、潜水艦に、原子力を獲得したであろう。しかしながら、もしマイヤーがいなければ、簡単に、イージス艦はなかったであろうと、言明している。これらの業績から、マイヤーは、イージスの父として、 アメリカ官民により広く尊敬を集めている。アメリカ海軍は、マイヤー自身の出身校でもある、海軍大学院にマイヤーシステムエンジニアリング研究所を設置している。これは、NCW の父として知られる、アーサー・セブロースキー・人がセブロースキー、国防情報革新、優越、非対称脅威研究所と共に、海軍の地の伝道として君臨している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。